固いくるみの物語その3。次の晩ろうそくに火が灯ると約束通りドロッセルマイヤーおじさんがマリーの部屋へやってきて物語の続きを話し始めました。時計職人のドロッセルマイヤーと天文学者はあちらこちらと15年間も旅を続けたのにまだクラカトゥークというクルミのある場所を突き止めることはできなかった。二人の訪れたいろいろな場所や二人の身に起こった不思議なそして異常な出来事をみんなお前たちに話してあげることもできるのだが4週間もかかるのでやめとこう。ドロッセルマイヤーすっかり心を打ちひしがれて生まれ故郷のニュルンベルクの町が恋しくて恋しくてたまらなくなってしまったのだ。ある日二人が中央アジアのとある大きな森の中でもみくちゃのタバコを吸っていた時だ。ドロッセルマイヤーはもうたまらなくなって、ああニュルンベルクよと叫び出した。懐かしいニュルンベルクよ、さまよい出してしまった。愚かな私、帰りたくて胸が痛む。ニュルンベルクよ、私のニュルンベルクよ、家並みにはどう並び、教会はみんな扉を開いている、私の街よ。ドロッセルマイヤーがいつまでも嘆き続けていると天文学者も胸をかきむしられるような思いになり悲しいうめき声を張り上げたので、その声はアジア全域で聞こえたというけれども、しばらくして気を取り直し涙を拭ってこう言った。親愛なる友よ、なぜ我々はここに座り込んで泣きわめいているのだ。ニュルンベルクへ行こうじゃないか。忌々しいクラカトゥークとやらいうクルミ、どこを探そうと変わりはないぞ。なるほど、それも道理だと、ドロッセルマイヤーはほっと安堵のため息を漏らしていった。二人は立ち上がり、パイプの灰を払い落として、一路ニュルンベルクを目指した。そして、ニュルンベルクの町に着くか着かぬうち、ドロッセルマイヤーはもう何年も会っていなかったいとこのクリストファー・ツハリアス、ドロッセルマイヤーの家に向かって走り出していた。いとこは人形細工の彫り物師で、塗り師で、白鸚騎士だった。時計職人は人形細工師に、ピルリパート王女とマウゼリンクスとクラカトゥークというクルミのことをそっくり話して聞かせた。人形細工師は両手を叩いて歓声を上げた。いやはや、こんな楽しい不思議な話は聞いたことがないぞ。時計職人は続いて長い旅の間の出来事を次々話して聞かせた。夏目ヤシの王様のところで過ごした2年間のこと、アーモンド王子に情け容赦なく追い払われたこと、リス村の博物協会でクルミのことを尋ねても何もわからなかったことなど、つまりクラカトゥークというクルミの手がかりがどこへ行っても全くつかめなかったという一部始終だった。クリストファー・ツハリアスはいとこの話を聞きながら幾度も指を鳴らしたり片足でくるりと回ったり舌打ちをしたりした。そして話が終わると叫び出した。ふーむ、驚き桃の木、山椒の木だ。この耳を疑うね。そう言いながら人形細工師はかぶっていた帽子とかつらを放り投げいとこを力いっぱい抱きしめた。呆れた呆れた、お前ほど運のいいやつはいないぞ。私の思い違いでなけりゃクラカトゥークというクルミはこの家にあるはずだ。そう言うと人形細工師は箱を持ち出してきて蓋を開け
中から金箔をかぶせた中くらいの大きさのくるみを取り出した。これがそうだ。どうしてこれを手に入れたか。今度は私が話す番だ。もう何年も前のことだがね、クリスマスの頃、この辺りでは見たことのない男が袋にいっぱいのくるみを売りに来た。そうして私の店の真ん前で、この男と土地のくるみ売りとが喧嘩になった。土地の男は、よそ者は好ましてくるみを売るなと、喧嘩を吹っかけた。わけだ。そこで行商人が、袋を下に下ろして身構えた。ちょうどその時だ、荷物を山積みにした荷馬車が通りかかり、その袋を引いてしまったのだ。袋のくるみはたった一粒を残して、残らず潰れてしまったのだが、この男は奇妙な笑いを顔に浮かべながら、そのくるみを1720年陰国のクロイツァーの20ペニヒ硬貨1枚と交換しようと私に言ったのだよ。そこで私がポケットを探ると、なんとその男が欲しがった硬貨が1枚入っていたのだよ。驚いたね。私はその硬貨とくるみを取り替え、くるみに金箔をかぶせたのさ。なぜそんなくるみに大金を払い、大切にしまっておいたのか、自分でも訳がわからないのだよ。さて、このいとこの持っていたくるみが本当に貴重なクラカトゥークというくるみかどうかという疑いは、王様お抱えの天文学者が晴らしてみせた。天文学者がくるみの金箔を削ぎ落としてみると、くるみの殻にクラカトゥークという言葉が中国の文字で刻み込まれていたのだった。二人の旅人は飛び上がって喜んだ。人形細工師もこの世で一番幸せな男になった。いとこのドロッセルマイヤーがかなりの年金のほかに、これから金箔かぶせの仕事のために使う金をタダでやろうと約束してくれたからだった。魔術師と天文学者が頭にナイトキャップをかぶり寝ようとしていた時、天文学者の方がこんなことを言った。親愛なる友よ、幸運は一つだけでやってくるものではないらしい。信じてくれたまえ。我々の発見したものはクラカトゥークというくるみだけではない。くるみを噛み砕き、中の実をピルリパート王女に差し上げる役目の若者も一緒に見つけたらしいのだ。他ならぬ君のいとこの息子さんのことだ。そこで天文学者は興奮してこう言い出した。寝てなんかいられるものか、今すぐこの若者の運勢図を描いてみよう。天文学者はそう言うとナイトキャップを金繰りして、すぐさま星の観察を始めた。実際いとこの息子は人好きのするすらりと背の高い若者で、これまでひげを剃ったことはないし、長靴を履いたこともなかった。もっと幼かった時には確かクリスマス用の踊り人形だったが、父親が行儀作法を教え込んだので、やんちゃ坊主の名残はすっかりなくなっていた。今ではクリスマスになると剣を吊るし、金糸の縁取りをした赤い上着を着、帽子を小脇に抱えた、お下げに編んだ見事なカツラがその姿を一層引き立てた。その格好で父親の店に立ち、若い娘さんたちの頼みに優しく応じてくるみを割っていたので、くるみ割りさんと呼ばれていた。次の朝、天文学者は時計職人の首にしがみついてこう叫んだ。やっぱりあの若者だ。ついに見つけた。でも親愛なる友よ、二つのことを考えてくれたまえ。一つは君の素晴らしい甥っ子のために丈夫な木のお下げ髪を作り、それを下顎につなげ、お下げ髪を引っ張れば顎が動くように細工すること。もう一つは、我々は宮廷に戻ってもくるみを噛み砕く若者を連れて戻ったと誰にも言わぬこと。そればかりではない。我々が宮廷に戻ってからもしばらくは
若者の姿を誰にも見せることだ。運勢図によれば、何人かの若者がクルミを割ろうとして歯を折ってしまう。そこで王様はクルミを見事に噛み砕き、王女様の美しさをよみがえらせた者に、王女様と王位を約束なさることになっている。